ふんだんは、ポルトガルの都市、コバダベーラ地方の標高500メートルほどの高原に位置する。ローマ人の信仰によって破壊されるまで、サンブラス山には、ルシタニア人の城があった。ローマ時代に、城石はビルッラ、または農家の建物の中核となった。ふんだんの名が最初に現れるのは1307年で、ある。都市としてのふんだんの歴史は、 近郊のベルモンテやコビリアント、同様、レコンキスタの新キリスト教徒の入植に始まる。1492年のカトリック領王によるユダヤ人追放が行われると、多くのユダヤ人避難民たちが、すでに大きなユダヤ人コミュニティのあったコバダベーラ地方へ移ってきた。ユダヤ人商人や職人の移住は、ふんだんの商業と産業に活気をもたらした。 しかし、異端新門が始まると、ユダヤ人、新キリスト教徒の多くが追放、拷問、処刑といった迫害を受けた。このために、地域経済は衰退していった。18世紀終わりの啓蒙時代、当時の最小ポンバル公爵が、王立羊毛工場を設置し、これがふん,ん経済の復興を担った。現在、王立羊毛工場建物は、タウンホールとなっている。 地方の商業、サービス業、産業の重要な中心地である。セセレ川など河川が横切る広いコバデベイラ地方の谷に位置し、非常に土壌が肥えている。桜んぼ、炭水桜、桃、オリーブそしてワインが生産される。ありがとうございます。